上の IR マーケットブレイクスルーキャスターの山田幸美ですコメンテーターの大川智博です今回ご紹介する企業は証券コード九五六五ウェルプレイドライゼスト株式会社ですスタジオには代表取締役谷田雄也さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、ウェルプレイドライゼストさんですよね e スポーツに関わるビジネス全般の、まあ、手がけられている会社さんです e スポーツについては、まあ、近年、ようやくその格闘ゲームや FPS といったジャンルを通じてです、ね、ゲーム好きの間ではまあ浸透してきたなという印象がまあ一般にはありますね。で、その一方で、特にそのゲームに馴染みのない方にとっては、e スポーツ、何それっていう方も実際、多いとは思うんですよね。 今日はその e スポーツという新しい分野の全体像から、まあ具体的な楽しみ方。そして、あの収益を生み出すモデルと、その将来性まで、まあ幅広くお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。この後は、ウェルプレイドライゼフトの歩み、主な事業内容について、お伺いします。この番組は。S. B. I. 証券の提供で、お送りします。 改めまして、テメノ IR マーケットブレイクスルー今回お話をお伺いするのはウェルプレイドライゼスト株式会社代表取締役、谷田優也さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは、ウェルプレイドライゼストの歩みを簡単にご紹介いたします2015年、e スポーツ専業の会社としてウェルプレイド株式会社を設立2017年、 e スポーツ市場での新たな事業機会の創造を図るため株式会社、カヤックと資本業務提携を行い第三者割当増資を実施し株式会社、カヤックがウェルプレイド株式会社を子会社化します2018年、e スポーツ選手実況者、解説者のマネジメント業務現パートナーソリューションサービスを開始2021年 ウェルプレイド株式会社を存続会社として株式会社ライゼストと合併しウェルプレイドライゼスト株式会社に称号を変更そして2022年東証グロース市場へ上場しましたでは初めに御社のミッションについて教えていただけますでしょうか、はい まずそも,そもです、ね、このゲームをプレイするということってもともとは時間を潰す一つの行動の一つとしてこうゲームってあったっていう時代からあるタイミングからこうすごくゲームっていうものをこう一生懸命やる人たちを見てた時に僕たちがこう何十時間何百時間練習したとしてもたどり着けない領域までこう持っていってくれるようなこういわばアスリートのようなこう感覚を得るタイミングがあって。 まあそういった人たちがこんなに感動できる瞬間を作ってくれるのであればそれを。 世の中に広めててててていいいけるかとととううここを会社とししし体現していこうと思って設定してますなのでミッション自体はこの e スポーツが生み出すエネルギーというものをすごく信じてえと今までにない価値っていうのをどんどん作っていくそれを想像していきながらまあこれはもういろんな世界をっていうふうに言ってるんですけどまあ僕たちとか私たちとかこういうお話を聞いた人たちの当たり前の世界が変わっていくっていうことをあの体現し続けようと思って定めました。えー、続きまましてビジョンになります ゲームプレイに肯定をゲーム完成に熱狂ををゲームにもっとと市民権をと定めていますこれも7年8年前に定めたビジョンなんですけれどもゲームが上手い人たちがもっともっと肯定される世界が来てそれを見て熱狂する人たちが繰り返し連続するっていう状態になればゲーム自身がもっと市民権を得られるんじゃないかっていうことを定めて今のビジョンにしています。 プレーするる人人だけでではないいい見ている人も巻き込んねやる人も見る人もいることで、うん、まあそれの市場がこう成立していくるんじゃないかというふうに考えてました、はい、では具体的な事業内容をご紹介いただけますでしょうか、はい、我々はですねもう e スポーツの事業もですねポートフォリオとしてはあらゆることを全部プロデュースできる総合商社という形で名乗らせていただきながら今あの3つの軸で,ですね事業が成立してきましたので、まあ、そのクライアントワークサービスパートナーソリューションサービス ビジネスデザインサービスの3つについて、えー、次のスライドでご紹介させていただきます。でクライアントワークはですねいわゆるこの、いわゆる e スポーツの大会であったりイベントだったりっていうものをいろんなゲームメーカーさんであったり事業会社さんがこう e スポーツのイベントを使っていろんなものを宣伝したいとか、えっと、そういう若者の人たちに何かコンテンツを届ける時に利用したいっていう時にですね ゲームを作るのが上手なのがゲーム会社さんのお仕事だったとするとそのゲームを一番うまく使って大会をするっていうのは実はそのゲーム会社さん側ではもともと持っているノウハウではなかったので、まあ、そういうところの専門家になっていこうと思っていろんなゲームの大会のどんな人たちがどんなふうに参加しても面白いものになるっていう,こう企画を成立させるっていうところから始めています。 で最近はこのその中で活躍するプロゲーマーという人たちも出てきましたのでその人たちがプロ野球の日本シリーズだったりペナントレースのように年間を通じて大会に参加するプロリーグというもののルールだったり演出だったり番組だったりっていうのを作ったりもしますしお客さんも入れてオフラインのイベントっていう形で大会をデザインしたりっていうことをやっているようなお仕事になります。ここのののイベントの仕事をやっっているとではこのゲームに合った お話ができるキャスターさんとか、このゲームに詳しい実況解説の方っていうのがやっぱこうゲームごとに必要になってきます。では、じゃあパートナーソリューションで、そういう人々の正しいこうキャスティングであったりとか。まあ出番の準備、でそういう露出機会が増えれば増えるほど、その人たちの価値も上がっていくので。僕たちはこの人々の価値を引き上げるというところで、そのパートナーソリューションっていう事業を作ってます。そうすると、演者さんたちも。 僕たちの価値をこう一生懸命上げようと思ってくれている企業さんって思っていただけるので何なら僕たちがこう準備している企画の番組だったりイベントだったりにすごくこう前向きに協力してくれるわけですよね普通の番組のキャスティングよりもそもそもその出演機会を増やそうと思っているっていうアクションも理解しながらお仕事ご一緒しているのでそうなると僕たちが作るイベントだったり番組もすごくクオリティが上がってこのクライアントワークとパートナーソリューションっていうのはこうぐるぐるクオリティが 高まっていくっていくとうでこのイベントと人の事業っていうのを両方成立させたことでじゃあ受託のお仕事じゃなくても自分たちでじゃあイベントをデザインしてで人のキャスティングをして自分たちのブランドとなるようなイベントっていうものを自分たちで手がけてそれを興行収入として狙っていくみたいなことをチャレンジするっていうのがビジネスデザインになります。 でこのビジネスの,まあその根幹のコンテンツとしてはそのまあ e スポーツというものがあると思うんですけれどもそのまあビジネスのこの3つの,あのサービス外観というのをまあ見てみるとまあそのイベントの企画というのは要するにまあイベント会社がまあやるようなイベントの企画であるとでこの真ん中のパートナーソリューションというのはまあ今、例えばユーチューバーですとかインフルエンサーのところをあのまあそのプロモートしていくというところで考えるといわゆるその芸能事務所のようなそういうところの扱いというイメージですよね。タレントをを育ててることと面白い番組作っ っていうこう従来まテレビと芸能タレントの方のこうあり方にあるようなそのコンテンツ作りもするしえ事務所機能を持つしっていうところでえ事業を成長させてきたっていうのがまあ一番シンプルにわかりやすいところかなと思います。では事業の強みについては後ほど詳しくお伺いします。はい、ありがとうございます。続いてはこちらのトピックです。ここからはパフォーマンスオーバービュー。 ウェルプレイドライゼストの業績についてお伺いします。えまずは前年度2022年10月期の通期業績の振り返りからお願いいたします。売上は20.5億と前年度対比としてもあの大きく伸ばすことができました。えまあ22年21年とまああのコロナウイルスの影響でですねまあ多く あのオフラインイベントだったりだとかっていうものが中止になったりま延期になったりとかっていうことをあの繰り返しながらですねいろいろイベント業界という目線でいうとかなりあの難しい時期だったって私思うんですけれども逆にこの e スポーツの事業領域っていうのは非常にこうオンライン。 でのあのイベント実施っていうのがこうしやすい状況もあってあのすごくイベント自体はあの変わらず実施することもできましたでその上で新しく立ち上げた新規の事業の成長というところもあって売上高はあの23%と増やすことができましたで営業利益も2.1億という形で着地させていただいてまして営業利益も前期比としても65%ぐらい成長っていうことができました あの直近5年間はですね CAGR30% を超えて37%という形で成長させていただいてます。営業利益も売上高の増加に加えてまあ費用の効率化っていうところを含めて黒字化っていうことを大きく達成することができました。 クライアントワーク事業なんですけれどもちょうどその2022年度の時期でいうと上期にわたってですねちょうど1月頃あのオミクロン株の影響でですねまた再度こうオフラインのイベントっていうのがあの実施できなくなりましたでその前にこう11月昨年の11月くらいからそろそろオフラインイベントできそうだよねっていう,こう流れの中で、まあ、あの年明けから春先に向けてこう多くの イベントのご相談だったりっていうのを頂い,いてはいたんですけれども、えー、と実はその中で、まあ、このオミクロン株の影響で木連れが起きている、まあ、このイベントの仕事っていうのが、まあ、基本的にはこうゲームメーカーさんの,、えー、とそのゲームをどう扱っていくかっていうところを中心に作っていくものなので僕たちだけがこういつやりますっていうことではなくて、まあ、いろんな情勢だったり無理やりやるとこいろんな懸念が出てきてたりもするので、まあ、そこのお話をしながら。 下期にかけて売上上こう増加していくというような形になりました。 でこの売上高の,その四半期の推移なんですけども、はい、やっぱりその何ですか、ね、結構ブレが大きいですよねやっぱりそのコロナ禍の影響とかもあったりとか、はい、まあそれであのオフラインであのうまく回ったとっいうこともあって伸びたりするということもあるんでしょうけども、はい、やっぱりそのイベントがまあその売上に乗ってくるかどうかというのにやっぱりその売上高自体大きくその木は左右されてしまう,う、ね、そうですねなのでこ,この月にこの売上を上げるという形を。 狙いに行くのが実は少しこう変動性があるものなのでクォーター単位ぐらいでは見てはいるんですけどそれでもプロモーションの一環でゲームタイトルが例えば開発が少し遅れたりとか大きなアップデートをこの期にしますっていう形でメーカーさんのプロモーションのタイミングとかもあってクォーターのブレっていうのはわりかし大きい事業の領域になるとは思っています。 まここも実はそのイベントの仕事とますごく連動性を持っているのでイベントの仕事が多くなってくればなってくるほどキャスティングの仕事も当然あの売り上げとしてはついてくるという形になりますなのでこのキャスティングであったりだとかまその管理しているいろんなサポートしている方のまスポンサー営業の仲介がますごくうまくいったので YY ですごく売り上げを伸ばすことができましたでこのえっとイベントの仕事ができてま人のタレントの アレジメントができれば、まあ、どんなタイトルのイベントも手掛けることができるので、まあ、その影響力をつくイベントを育てていくことで、まあ、収益の構造のいろんなこう軸を作っていけるかなというところであの自社ブランンドのリミッツというイベントをあの進めるこ,とができましたでこのイベントがあのすごくこういろんな e スポーツのチームの方たちとこう連動しながら一緒にやっていくものなので、まあ、その人たちのチームのお手伝いも含めてやっていく中で えっと大きく売り上げがつくようになってきたというふうな形になります。え続きまして今年度二千二十三年十月期第一四半期の実績についてもお願いいたします。我々が七年ほど e スポーツのイベントをやっていく中で、まあこの期にですね、あの今までの過去最高のサイズのえっとグローバルのいろんなチームを呼んだ大きなイベントを実施することができまして、えっと大きく業績予想の策定時よりもあの売り上げ高 できましたでその上で、えーまあ、大きなイベントでもあったのでいろいろ原価もかかって。 形にはなったので、まあ、売り上げの利益であったり営業利益っていうのは前年の同期費を下回る形にはなりましたが、まあ、それに加えてまあ営業利益は黒字の中であの上場関連費用っていうのを今期にあの計上する形になりましたので最終利益自体はあの赤字にはなりましたがただまああの数字自体はもともともう少し売上も低めに見ていたというところもあるので現状のこの数字っていうのはあの想定線の中で進の進捗しているというふうに捉えています。 続きまして今年度2023年10月期の通期業績予想についてはいかかがでしょうか、えー、売上高は27億、えー、営業利益は2.5億という形で業績予想の方をさせていただきました。 でこれは市場の成長というものがですね、30%ずつぐらい成長していくっていうことを、ずっとこうマーケティングの予想の中でも予測されている中で、で実際、僕たちが同じように、その成長を続けてこれたっていうところの実感もあって、まあ、その市場の成長っていうところも信じていく形の中で、えー、と予想をさせていただいてますでこの数字なんですけども、はい、あのすごくやっぱり堅調な、まあ、成長だと、大前年で伸びていく、はい、っていうふうな見通しでいらっしゃるということなんですけども。はい まあ、ただです、ね、その実際にその市場規模自体が今後長期にわたってです、ね、その拡大していくかということに対してそのゲーム業界,界界隈の中からですね、はいはい やっぱりその厳ししいい見方をしている方をてる実際その体感としてあとその見通しとして、はい、その4社の,そのビジョンっていうのはどういうい見通ししなんででょうか、ね、そうかそすねあのこう通常のイベントだけという形ではなくて、まあ、この関連でこう活躍する方たちっていうのが、まあ、非常に大きな影響力を持ってきていく中でそのマーケティングの市場領域の中でもう彼らなしではもうプロモーションは考えられないっていうような逆転現象というか、まあ、大きな影響力を持ってきているっていうところもそうですし、まあ、彼ら自身が。 グッズの展開であるとかいろんなこう広がりを見せていく中で大きな価値を別の領域でも持っていく、でその中でこうライブエンタメだったりマーケティングの領域だったりこうインフルエンサーの領域というところの予算も含めてあの広く取っていけるというふうに考えているのであのここを信じているというふうに考えています。 ここからはフォーカスウェルプレイドライゼストの強みに焦点を当てます。では御社事業の強みをお聞かせください。クライアントワークはですね、まあいわゆる企画だけとかイベントだけとかキャスティングだけではなくて、いわゆる E スポーツの専門会社として基本的なことっていうのを全部ワンストップでできるっていうところで、まあ、まるっとお任せいただけるっていうところから非常に強みとしてあのいろんなお仕事の信頼をさせていただいてます。で、これがただのイベント の事業だけではなくて、例えば新しいゲームが出ます。あとは人気のゲームが出ますとなった時に。 そのゲームのことをこう一番理解している人間っていうのがですねあの必要になってくるので、まあ、我々その会社の社員はほとんどこうすごくゲームをやり込むのが上手な人間たちが多くてですね、まあ、その人間がきちんとそのゲームの面白さとかメーカーさんよりももうなんか詳しく喋れるような人たちっていうのをディレクターとしてアサインしながら品質を保証していくことであのすごくあの信頼いただけてるっていうような状況だったかなと思います。 パーーートナーソリューションののビジネスモデルから強みの方をお話しさせていただきもともとは出演機会を増やしたりとかっていうキャスティングだったり影響力のついてきた人たちのスポンサー集めっていうところが中心になってきたんですけれども最近はこのいろんなクリエーターの人たちのさまざまな課題を解決するクリエーターサポートっていうところを始めてましてここが少しあの面白いビジネスでここ12年で出てきた新しいビジネス感があるので、まあ、少し詳しくお話しさせていただきます。 これこういわゆる何かに例えてお話しするとっていうことをいろいろ考えてきたんですけれども音楽業界におけるジャスラックのような側面が実はあってですね 例えばその元々いろんなゲームを配信するクリエイターさんって広告の収益があの数字がついてくるとついてくるんですけども一方でその個人の収益っていう形になればいろんなゲームメーカーさんもその収益を獲得してくださいという形でガイドラインというのはどんどん制定されてますただこれが影響力がある人たちになってくるとあの稼いでいく広告の収入も大きくなってきますのでそうなってくると実は個人のガイドラインを超えてしまっているのでメーカーさんとしても簡単に許可ができないというようなえ状態っいうのを 実情としてもありますでそこに我々こう仲介として入らせていただいて、えー、大きな収入になってきている企業さんであればそこの収益を一度我々がお預かりしてメーカーさんが望むのであればそのメーカーさんに一部広告収益を分配すると要は自分たちが作ったゲームで、えー、と数字を多く獲得する人たちに対して発生している収益を ゲームメーカーさん側にも分配できるようなビジネスっていうことが成立すればゲームプレイヤーさんも要はこう胸張ってゲームができるというかちゃんと許諾の整理ができている中で、まあ、公認されている状態であのお仕事ができるっていうふうな整理っていうのが、まあ、この業界はなかなかまだ整理が進んでいなかったのであのクリックリバーさんと一緒にですねそこの整理をこうすごく進めさせていただきました。 で続いてビジネスデザインの方の方強みになります e スポーツ市場は毎年こう市場の成長30%成長っていう形で市場の規模を伸びていってるんですが20年の時点ではまだ67億円とそれ自体に大きい市場ではない中で、まあ、これ自体が大きくしていくこともミッションではあるんですがこの領域自体を多分やと掛け合わせることで新しい市場の領域の売り上げっていうのを作っていけるんじゃないかなっていうふうに考えてます。でその中でで狙狙っていいいいく近しい事業領域とととか、えー、規模を狙いたいところで言うとあの ライブエンタメ市場という形ですねまあ要は人々がエンタメのコンテンツを消費する選択肢の一つとして e スポーツのイベントを選んでいただくっていうことを狙っていけるんじゃないかっていうところとあの地方の創生予算っていう中でいろんな地域さんとあの若者がこう集まる地元づくりみたいなところのお手伝いっていうところをやっていくっていうのを、えー、と検討しているような状況になります。でこれはです、ね、我々、well、とあの有名な、e、スポーーツのチーム の方たちとです、ね、一緒に手がけた共同開催の e スポーツイベントでしてあのインターネットの生放送での同時視聴者数ってもう本当に5万10万いけば凄さまじい数って言われている中で、えっと、過去5回のオンラインイベントの中で。 えっと同時聴者数がですね国内最大規模の数字の影響力を持つことができまして22万をを超えるるような同時所数のイベントっていうのを実施することができましたでこれだけの影響力があると逆にそのメーカーさんも「御社のタイトル今度やらせていただけますか?」っていうとむしろ喜んでいただけるような状況になっていく中でいろんな形でこうスポンサーになっていただく可能性もありますしそれだけの若い人たちが見ているものになるのであれば。 私たたたちののプロモーーションにも使いたいといいいうう形で協賛をいただくケースというのが増えてきますやっぱりこう今トータルでお話していく中であのご理解いただけてたらいいなと思うのがやっぱりイベント自体もどん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 クオリティを求められてきて価値が高まっていくっていう中でいいものを作っていかないといけないそうなると当然企画の面白さっていうのはもちろん必要だしゲームメーカーさんの協力も必要だしっていう中でやっぱりこういろんな人たちが参加する例えば一つのイベントで。 あの有名なインフルエンサーさんが100人大会に参加してきますみたいなことになってた時にじゃあ誰をどんなふうに映して、えー、と表現していくのがいい番組になるのかみたいなことを求められたりする中でじゃあそのインフルエンサーさんもあの僕たちと関係値があることで。 あのすごく協力的になっていただけるっていうことがあればそのいろんな人たちにご協力もいただきやすいですしそもそも手がける企画のコンテンツ自体もあのいわゆるこうイベントだけをやっている会社さんに比べてあのよりいいものができやすい。でその彼らのこう成長とか拡大をこう祈っている立場だからこそ。 えっと、スポンサー営業なんかも実はそのチームの人たちよりも僕たちの方がその彼らのことをよく知ってるんじゃないかと思えるぐらいまでにすごくダイブするので、まあ、そういった中でこういろんなスポンサーさんにあのすごく信頼していただけるようなお話ができるようになってきたっていうところも含めてあのトータルでの強みっていうのがあのこれだけの幅広み。 であの事業やってる会社が今のところはあの我々しかいないかなというふうに思っていますので唯一の存在には慣れてるかなというふうに考えてますでちなみになんですけどあの先ほどの「リミッツ」でしたっけ、はい、でそれであのこれだけその、まあ、同時視聴者数ですね、はい、っていうのが伸びてきていて、はい、まあ注目をたくさん集めてると思うんですけども。はい でそうなってくるとやっぱりその今今現状のそのまあ収入のまあその柱としてまあそういったまあ、はい、ペーパービューみたいなのがあったりすると思いますし、はい、であとやっぱりそのスポンサーだと思うんですよね。はい、でスポンサーって今現状はおそらくそのゲーム関連の会社さんが多いと思うんですがこれだけやっぱりその視聴者数とか出てくると、はい、あのやっぱりそそれ以外のところっていうにも今波及し始めたりしてるんでしょうか。そう,ね、そうです。あのなので今まではこう PC を 売っていくために PC 周辺機器のメーカーさんだったり PC メーカーカさんが競争で作くっていうことが45年前とか7年前とかでいうと一番一般的ではあったんですけどもやっぱりこの Z 世代と呼ばれたり次回そのアルファ世代と呼ばれているような人たちが何をコンテンツを消費しているのかっていうところはやっぱりこうマーケティング的な観点で言うとすごく注目を浴びている中でクレジットカードの JCB さんが e スポーツのチームに 実はスポンサーするという形を決断されていまして実はそこのお手伝いをさせていただいている中でそういった企業さんも大きい影響力これから若者がクレジットカードを持つぞという中でそういう若者が一番見ているコンテンツに投資をするというか協賛をするという選択が選ばれるようになっているというふうに理解していますここまでは事業の強みについてお伺いしました。 この後は CM を挟んで今後の展望を含めさらに詳しくお伺いします <music> ここからはネクストアクションズウェルプレイドライゼストの成長戦略を中心にお伺いしますえでは現状の経営課題と合わせまして今後の事業展望についてお聞かせください、はい、現状の経営課題としてはですね、やはりこの イベントビジネスでの収益っていうのが中心になってきてますのでそうなるとまあこのサービス自体がイベントの数にこう依存したりだとかイベントの規模に依存したりっていうことになっていく、まあ、いわゆるフロー型のビジネスになるかなと思ってましてでそ,うそうではない形でですね、まあ、いわゆるストック型の収益であるとかあとはそのフロー型にしたとしても、えっと、イベントには依存せずにですね いろんなこう価値が高まってきた人たちの収益をこう下支えする形での売り上げを作っていくみたいなところを狙っていければなというふうには考えていますでその中で今後の展望としてではですねクライアントワークサービスに依存はせずに新しい事業領域っていうのをこうどん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 成長させていく中でその一手としてあの担ってるビジネスの領域っていうのがこうビジネスデザインサービスかなと思っていますと。 でそこが収益の,の基盤の強化になっていければなと思っている中で一つは「っ、えー、とリミッツの,あの先ほどの自社のイベントのですねオフライン開催なんかをしていきながら、えー、と自分たちが収入を得られていく新しいチャレンジっていうのをやっていきたいとも思っています。あととはでですすねね南海電鉄さんとです、ね 税で有名な泉佐野市さんと e スポーツ先進都市化計画というプロジェクトが立ち上がりましてそのプロジェクトのメンバーにあの我々参画することになり、まあ、あの市,市の中でどういってこう若者が定期的にこう市に訪れるきっかけを作るかとか e スポーツを中心にこう新しい盛り上がり方を作っていくみたいなところを狙っていきたいっていうのが大きく考えているところの一つになります。 今泉佐野市のお話ありましたけど、はい、実際にすでに何か実施していることなどあるんですか。はい、そうですね。去年のもう8月に、はい、えっと e スポーツキャンプという形でですね、全国の高校生が、はい、もや夏休みに e スポーツの合宿をするあのイベントっていうのをう泉佐野市さんと一緒に開催させていただいて、全国からこのゲームのうまくなりたい人 っていうのを募集しながら、我々の方でえっとプロゲーマーであるとかプロのコーチという人たちをこう採用して、合宿でうまくなっていくっていう経験をしていきながらあのチャレンジするっていうのを今泉さんちんとやらせていただいたりなんていうのがありました。ここまでさまざまなお話伺ってきましたが、はい、ここからは最後のコーナーとしまして、番組に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく教えて一問一答です。 エオン社は e スポーツを広めることを主な目的として事業展開されてきましたが、この広まりつつある e スポーツを今後はどのようなステージにしようとお考えですか、はい、ということです。はい、ありがとうございます。えっといろいろなこう周辺事業の拡張っていうのが狙っていけるんじゃないかなというふうには思ってます。例えばこうインターネットの配信をして、えー、ゲームの配信をするっていうような人たちの。 が増えていればじゃあそういったところの中で防音の環境であったり、えー、と高速回線の環境であったりっていうようなところの不動産の,あのサポートみたいなことも求められてくるかもしれませんしいろんな事業があの相性いい広がりを見せていくるんじゃないかなと思っているので、まあ、そういったこうまだ気づかれてないものを、えー、と当たり前にしていくっていうことをステージにしてていいいきたいと思ってます今回は貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました。 お母さん今回のお話、いかがでしたかいやー、なんかすごい時代になったもんですね、なんかね、一時期ね、それこそ部活動として、なんか e スポーツの部を作るとか、そんなの話題になったこともありましたけど、<laughs> 逆にね、そのサッカーとか野球に打ち込んでる人は素晴らしいみたいな、それがなんかだんだんやっぱり追いついてきましたよね、追いついてきて、それが大概になって収益化までできるようになったという、プロになる人も出てきたと。 それをね、やっぱわれわれの世代より上の人たちっていうのは受け入れないといけないんですよね、じゃないと、そういう新たな成長の種っていうのを見逃すことになるわけですね、投資対象として。なので、ま,あ、まだその発展途上というか、成長の過程にある、まあ、業界だとは思うんですけれども、それだからこそ、ね、やっぱ先の伸びしろも非常に大きいと思うんでね、あの今後の成長の加速っしっかりモニタリングしたいなというふうには思いました、ね、セメの IR マーーケットブレイクスルー次回もお楽しみにこの番組は。 SBI 証券の提供でお送りしました。